こんにちは、平田織座です。こんにちは、田辺麻里です。平田織座の舞台は田島。毎週木曜日のこの時間は、私平田織座が田島や演劇のホットな話題をお届けしてまいります。今週もラジオ関西から、お届けしてますけれども、先週に続いてまたビッグなゲストをお招きしておりますので、早速電話をつなぎたいと思います。はい、これもやはり今週も自己紹介はご自身でしていただきましょうか。はい、お願いいたします。私たち今会えるアイドル、週末ヒロイン、ももいろクローバー Z の高木れにと鈴木彩子です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。平田さん、はい、久しぶりです。はいはいはい、久しぶりです。元気そうです、相変わらず。もくろよろしくお願いします。はい、相変わらず元気そうですね。はい、はい、元気ですよ。はい、いよいよもうあさってに迫りましたね、上町でのライブがですね。はい、もう地元の方たちもみんな楽しみにしてると思うので、はい、嬉しい。でも先週ね、あの、ぴよりんが美味しいものもたくさんあるんだよっていうの、はいはい、聞いたって言っていたので、うんうん、私たちもすごく楽しみにしてるんですけど、はい、もうちょっとお腹空かせて来てくださいね。なかなかね、こうあのライブ見たことないよって方にも見ていただけるチャンスかなと思うので、うん、頑張ってパフォーマンスしたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、はい、で今まで、はい、もう随分回ってきたんですよね、このツアーはね。そうですね、はい、何箇所かはもう回り、うん、今半分くらい、半分くらい、半分かな、ね、はい。結構ちっちゃな会場も多いんですか。そうなんですね、うん、先日は青森県でライブをさせていただいた際に、300人キャパ、うん、あ、そうですか。で、同じ内容で東京では武道館で、すごいね。いただいたので、本当、あの、結構一個のツアーとは思えないぐらい会場の大きさは各地それぞれですね。うんうん、でも小さな会場はね、それだけ近くで見られるからね、はい、ファンの方にしてみればね、すごいいいですよね。いや、でもちょっと近すぎて緊張しちゃいました。そうです。すごい、ほんと手の届く距離だったからね。うん、東京でのライブだったら、最前列の一番前のブロック、うん、これに入るんじゃないかってぐらいの方が最高列とかだった。ああ、なるほど。もう、みんな最前列みたいな気分でした。うん、はい、まあ、上町の方もね、もうチケットは売り切れで残念ながら、あの、これ以上は見ていただけないですけどね。ね、はい。ねえ、でもね、またね、あの、他の地域だったりとか、ツアーもね、ようやく回れるようになってきたので、そうですね。ね、本当私たちもめちゃくちゃ久しぶりのツアーなので、はい、またね、すぐに行けたらいいなと思います。ね、織座さんも、あの、お忙しいと思うんですけど、いつか私たちのライブ見に来てください。はい、行きますよ。前も言ったでしょ、ちゃんと。はい、少し幕が上がるの話もしたいんですけど、はい、はい。あの、佐々木さんといえばもう伝説のワークショップ。私たちはペアですもんね。ちょっとそのあたりの話聞きたい。そうですよね。あの、査定だけでね、30回ぐらいね。はい、銀河鉄道の夜の先生の役で。一番最初のセリフをね。本当にしごかれましたね。ちょっと正直、うん、はい、今でも何が正解だったのか、わかんないぐらい。あれね、先週も言ったんですけど、本当ね、はい、元弘監督がちょっと厳しく、一回厳しくやってくださいって言われたんですよ。織座さん、見た目がこう優しいじゃないですか。うんうんうん、だからそこのギャップにすごいびっくりしちゃって。あとね、もう見た目なのにめっちゃ厳しいと思って、うん、でもほら、ちょっと一応リスナーさんに誤解を与え、ほら、今時だからあんまパワハラとかに聞こえないの、あの、そんな、怒ったりはしてないでしょ。怒ったりはしてないです。ね、もう、何回もやり直させられただけです。うん、そうですね。もう一回、もう一回やり直す。あれね、もう一つはね、あの、桃田さんに演出家の仕事を見せなきゃいけなかったんですよ。ああ。桃田さん演出家の役だから、はいはい。で、あれ、幕が上がるができた時にさ、桃田さんが演出してるところが僕にそっくりですごい笑っちゃったんだよね。あ、もう、じゃあ、織座さんを見て勉強したっていうか、演出家っていうのはあんまり見たことがなかったから、もうそのそっくりにやったんだと思うんですけど。確かにもう、当時のね、うん、かなこちゃんの中には演出家って言ったらもう織座さんしか。でも、織座さんね、本人が、
曲似てるっておっしゃってるのって、すごい、ね、あり、嬉しいことだよね。うん。うん。方が聞いたら喜ぶ。やっぱ映画の撮影の時に、あの、本当に合宿のシーンで、本当にかなこちゃんが私たちにこう演出をしながら結構長回しで演劇をするシーンとかって、本当にセリフじゃないのにポン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 かなこちゃんがたくさん私たちが演出してくれて、もうね、わ、ウエスカじゃんってなったよね。なんかオリザさんじゃんって思った。はい。引き継いでました。はい。桃田さんすごいね、もう今女優としての活躍がね。ドラマも主演で、すごいですね。ね、でも、あの、一個気になるんですよ。やっぱ、オリズさんといえばアーリンっていうのをおっしゃってましたし、はい、あの、先週もね、しおりん、オリズさん、しおり推しですか？いやいや、いや、皆さん大好きですよ。なんか、しおりんのことベタボメで。いやいや、そんなことない。高木の田之島なんか絶対。いや、そんなことない。そうですよ。だってね、実際のグループでも、そしてあの映画の中でも、ガルルはめっちゃムードメーカーでしたよ。うん、ありがとうございます、ね。いやいや、あの時から、高木さんは喋んなければ一番綺麗って言ってたでしょ。それ褒めてるんです。私が代わりに叩いておきましょうか。褒めてる褒めてる。なるほど。確かにそうですね。織田さんの言う通りだと思います。かもしれない。でもなんかその、今もうあれから7、8年経って、こう、もうなんか恥ずかしくて、あの時の自分が。見返してないです。恥ずかしいよね。子供だったもんね、みんな。うん。でもあの時にしか撮れない映画でしたよね。そうですね。結構あのサブスクとかでも今見られるじゃないですか。うん、がかる、うん、で結構なんかお友達とかから、こんなんやってたんだみたいに言われて、見たよとか言われると恥ずかしくて、うん、もう一回撮り直したいって。それ、あのね、だからね、成長した君たちのね、幕が上がるをまた作れればいいと思います、ね。ああ、見てみたい。あの、一個私すごいやりたいことがあって、はい、またオリザさんと、こう、演劇っていうのを一緒にやりたいなっていうのもありますし、今回ね、あの、私たち桃色クローバー Z 上町にお邪魔させていただくじゃないですか。でも、全国各地私たちライブには行ったことあるんですけど、芝居をしに行ってないので。そうか。旅公演ね。いや、行ってみたいです。やってみたい。わかった。今度、川上さんと相談しましょう。幕が上がるの続編っていうのはすごい私たちも気になります、うん、ねえ、どうなっていくんだろうとかね、うん、そうです ね、あの、うん、10年後ぐらいをね、ねえ、え、織田さんの頭の中ではもう私たちそれぞれがどういう道を歩んでったっていうなんか描いているものってあるんですか？あるけど事務所的に大丈夫かどうかがね。どんなシチュエーションを。ラブシーン満載とかですね。いや、それはどうかな。それはないって。ねえ、でも本当に、ももクロさんは、こう、今、旅公演もしてみたいとか、本当にあの、ホールのね、大小問わず、本当に地方とか地域とかファンの皆さんを大事にしてらっしゃいますよね。いやいや、でも確かに私たちのツアーは、こう、県庁所在地じゃないところを回るっていうのがすごく多くて。そうね。ね、私たちもでも、なかなかそんな全国回らせていただけることなんてないから、すごく楽しいなって思ってます。いや、私たち兵庫県民でも、やっぱりね、神戸とか大阪からやっぱ上町の方に行くのって、なかなか大変だっていうことを知っているので。うん。うん、だからこそね、やっぱり来てくれるってなると本当に私たち嬉しい。上町は多分去年一昨年かな、中止になっちゃったんですよね。そうなんです。でやっと来られるんですよね。はい、うん、お待たせしちゃってたんですけど、だから待ちに待った公演ですよね。はい、念願の、うん、で私たちも最高なパフォーマンスが見せられるように頑張りたいと思います。はい、ね、すべて言っちゃうっていうことはできないんだけれど、なんかこんなの楽しみにしててとか、今回のアルバムはこんなところがちょっとポイントだよっていうのを教えてもらえますか？うん、やっぱ今回のあのライブは、うん、そのアルバムの発売に応じてのライブなので、アルバムの曲をやるので、ぜひ来てくださる方には、しっかりニューアルバム祝典を聴いてきてほしいなと。なるほど。思います。
新曲中心なんですね。そうなんですよ、うん、私たちも新曲がたくさんあるので、うん、ちょっと時々の公演ではあるんですけど、うん、このやっぱ曲っていうのはライブでお客さんと一緒に盛り上がってやっと完成すると私たちは思ってるので、レコーディングの時点ではまだやっぱ足りないなと、もののしさんと一緒にやってこそ曲が完成するなと思っているので、このライブで全国の皆さんとこの祝典のアルバムに入ってる曲たちを完成させていきたいなと思います。あのももクロのライブはね、本当に家族でも楽しめます。あ、そうだそうだ、忘れてた。あの、ほら、結婚、僕のさ、結婚披露パーティーの時にさ、ビデオを送ってくれたでしょ。ありがとうございます。それで、あの後ね、子供ができたんですよ。お、おめでとうございます。僕ね、55歳で初めて子供できてね、早く見せたいんですよ。早くみんなに見せたいの、その子。今、おいくつですか？今、4つです。4歳、うん、え、女の子と男の子が男の子です。男の子、うん、だからね、家族でももクロのライブに行くのがあの夢なので、うわー、会いたいな。息子さんにももクロのことをちゃんと英才教育していただけますか？いや、 YouTube で見せる、はい、はい、TV とか見せて、あの、はいはい、決めといてくださいね。はい、わかりましたねえ、はい、うわ、楽しみ。未来のもののふをね、ちゃんと、うん、はい、うん、はい、あの、なんかね、光るやつを振るのはね、今、はい、あの、プリキュアでやってるから大丈夫だと思う。あ、おー、でもすごい。男の子でも今好きなんでね。そうですね。うんうんうん、そうなんだ。うん、じゃあもう、私たちのライブには、もう、何の違和感もなく、うん、光る棒振りに来れますね。はい、そうですね。嬉しい、バッチリ。まあね、旅公演がね、してみたいなんていうような話も出てきましたけれども、まあ、これから、チャレンジ、個人的にですよね、お一人ずつしたいなと思うこともあって、平田さんにちょっとこれは言っておきたいっていう、なんかそういうメッセージをちょっと最後にいただきましょうか。はい、佐々木さんからどうぞ。チャレンジしたいこと、でもそうだな、あの、オリザさんは、はい、あの、コンサートの演出とかは、あ、ないね、オペラまでですね。あ、オペラ、いや、ぜひ私たちのライブ、こう、今回のアルバムのツアーもそうなんですけど、はい、ちょっとこう世界観を強めなライブとか、コンセプトが強いライブっていうのもやったりするので、うん、平田オリザーワールドのももクロのライブを演出していただきたいなと思います。演出していただけるように頑張りたいなと思います。はい、光栄です。お願いします。はい、高木さんは。やっぱりそうですね、あの、先ほども言ったんですけど、本当に私たち自身もまた幕が上がるの続編っていうのがすごく何年か前から気になってるので、ああ、それをやりたいですね、オリザさんと一緒に。わかりました。あれ、本当にお願いします。ありがとうございます。お願いします、はい、いや、もうこれはちょっと忙しくなってきそうですよ、うん、頑張ります。はい、オリザさんからもお二人にメッセージを、何か激励の言葉をお願いします。いや、あの、本当にね、うん、あの、なんていうか、アイドルって大変だと思うんですよ、だんだん年齢を重ねていく中で。でも、あの、二人ともね、すごく、なんか、もともとすごくこう、素直な方たちなんですけど、うん、はい、そのまま、いい大人になっていってるなと思うので、また、あの、再会するのが楽しみです。ありがとうございます。はい、あの、オリザジュニアにも会えるの楽しみです。はいはいはい。はい、ありがとうございます。ね、ぜひ会いにまた来てください。うん、ありがとうございます。はい。というわけで、2週にわたりまして、お越しいただきましたが、ゲストは、今週のゲストはね、週末ヒロイン、桃色クローバー Z から、佐々木彩香さん、そして高木れにさんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。2週にわたって、ももクロの、相変わらず元気な、はい、はい、ラジオでも伝わってきますね。そうですね。いや、本当にね、あのままの、子たちなんですよ。っていうか、もう子たちって言っちゃいけない年齢なんですけど。もう素敵なレディーですよ、うん。本当に素直でね、あの、やっぱり現場でも、これ業界のどの方でも言うんですけど、はい、みんなね、大切にしたいと思うんですよね。もう本当にいいメンバーでね、また一緒に仕事したいなと思うんですけどね。ね、あの、映画の本当に最初のシーンと最後のシーンで、うんうんうん、あの、
一般の私たちでも表情が全然変わって、本当に成長してるっていうのが。それはね、そうなんです。まあ、あれ、映画がですね、順撮りと言ってですね、はい、普通は、こう、うまく、同じ、場所のものは、もう先に撮ったりするんですけど、ね、手間をねかけたくないので、はい、もう最初からずっと撮っていって、でその俳優としての彼女たちの成長がそのまままあ幕が上がるというのは高校の演劇部の、はい、成長の物語なので、そのままトレースされてるんですね。ね、はい。で実はですね、思い出がまあたくさんあるんですけど、はい、一つはまあうちの劇団員で、まあ、志賀光太郎というね、はい、もう亡くなられましたけれども、まあ、彼もこの幕が上がるに出ていて、ね、もうワークショップから一緒に出て、はい、非常にこう、最初、志賀さんは、ももクロ知らなかったんですけど、はい、非常に仲良くなってですね、まあ、もう一つは、大林信彦監督が、はい、この番組の中でも言いますが、私の叔父なんですが、この幕が上がるのキャンペーンの時に、讃岐映画祭って、元弘監督が、ディレクターやってる映画祭で、大林さんゲストでいらっしゃってて、これ見てくださって。で、楽屋で、ももクロと対面して、で、やっぱりね、要するに、原田智也さんとか、薬師丸ひろ子さんを育てた監督なので、はい、もう、アイドルの扱いが上手くて、我がおじながらびっくりしました。そんなに。で、もう、ももクロが全員、もう目がハートになっちゃって、大林さんのもう一言一言聞き逃すまいと楽屋でするというね、伝説の瞬間に立ち会いました。どういうアプローチだったんですか？いやいや、たまたま、だからその映画の感想を大林さんが言うんだけれども、大林さんって、素の時でもあのままなんですよ。前も言ったかな、僕、まあ本当に子供の時から可愛がっていただいたんで、小学校3年か4年の時にね、大林さんから、織田くんね、映画っていうのはゼロからものを作る神様と同じ仕事をしているから謙虚になんなきゃいけないんだよって小学校4年生に言うような人です。そういうことを本当に普通の人が言ったらもうただのキザな親父なんだけど、大林さんが言うとね、絵になる。で、それをももクロがすごい神妙に聞いてて、また素直だからね、そうそうそう、余計に染みちゃう。うん、でね、もう、本当に、30分ぐらいですけどね。それなんか、こう、ああ、こういう奇跡のような瞬間。ああ、やっぱ映画、まあ演劇もそうですけどね、映画とか演劇やっててよかったなって思う瞬間でしたね。はい。ねえ、そういった、もう、ね、あれが2014年ですよね。はい、はい。だから、あっという間でしょうけど、ちょっと、走馬灯のように今日はね、盛り上がってらっしゃいましたよね。はいはいはい、ぜひまたいつか一緒に仕事したいと思います。いや、そうです。もう第2章、はい、本当にね、期待していますので。はい。はいさあ、そろそろお時間が参りました。はいはい、今週の一曲は、はい、今週もですね、うん、この映画幕が上がるの、まあ、最後に歌ってもらっている歌ですね、はい、青春風になります。